今のレベルは前の3倍。あの時よりは楽にクリアできるはずだ。フィールド？東京全体をダンジョンにしてしまったのか。悪魔の魂1万個ってことは1週間で終わるかな、これ。やるか、勲章。万歳。終わりだ。私の番だ。途絶えた。テティスの怒りに飲み込まれろ。丸見えだ。あの吹き止め、終わりだ。逃がすか。2階に上がろう。相関移動魔法陣はあっちの方にあるか。魔獣兵、ドイツでもいいから出てくれ。俺のボスだったアイスベアか。さてと行ってみますか。魔法陣まで突っ切ってくれ。そんなもの、はっきりわかる。侵入許可証を持つモンスターを倒して相関魔法陣から次の階に進む。すぐに上がれるんじゃないか。お前たち何してるんだ。これがどうした。まさか競争でもしてたのか。はあ、狩りのやり方は自由だし、競争しようが休もうが構わないんだけどさ、余計な面倒は起こすなよ。そういえばレベルアップに気を取られてて、こいつらのこと考えてなかったの。全員戻れ。勝負してみないか。それじゃあ行こう。やるか。勲章。万歳。
だ。本当に大した実力だな。気になることでもあるのか。イグリッド、条件があるのか。いつかお前が話せるようになったら、その時はお前たちのこといろいろ教えてくれよ。そんなものか。もう少しスピードが欲しいんだよな。できるのか。ちなみに、わかった、やめろ、落ち着け。お前の方が早く見つけられるって言いたいんだろ。なら見つけてこい。興奮して送還侵入所まで吹っ飛ばしてしまわないように隣で見ておかないとな。やるか。勲章万歳。終わりだ。逃がすか。くらえ。そこだ。砕け散れ。勲章断罪。軽く走れ。終わりだ。逃がすか。吹き飛べ。丸見えだ。遅い。レイムスピア。吹き飛べ。テティスの怒りに飲み込まれろ。そこだ。勲章万歳。遊びはここまで。つまらない相手だ。消えろ。くらえ。逃がすか。バラバラにしてやる。決死の番到来だ。終わりだ。バラバラにしてやる。フレイムスピア。遅い。吹き飛べ。こっちの番だ。勲章またか。
なんでさっきからいつも俺の前まで持ってきてからとどめを刺すんだ。それで総監侵入所はどこだ？よし、忘れてなかったな。見つけたのは良かったが、タイムオーバーだ。今度はできるな。単純なやつ。こっちの番だ。保存された影の種類がかなり増えたな。アイスベアを影の兵士にしたのは賢明な選択だった。凶暴な性格じゃなければもっといいんだが、お前たちは今まで通り好きなように走り回ってれば良さそうだな。でもこの光景どっかで見た気が。あ、犬の散歩をしてる飼い主か。おい、そんなの食べるんじゃない、ペイシロ。わかったよ、好きにしろ、俺は知らないぞ。ウォーミングアップでもするか。万歳、そこだ、食らえ。テティスの怒りに飲み込まれろ。そこだ、砕け散れ。テティスの怒りに飲み込まれろ。途絶えた。思ったより連携がいい。雪山でずっと群れで生活していたからか、経験はある程度残るみたいだし。タンクがうまくやってくれているし、特に気にしなくても良さそうだ。見た目は違っても結局同じ影の兵士だな。今はそれを確認できただけでも十分だ。そんなもの、残りは奴らだけか。お前たちは特に問題ないだろう。いつも通りやってくれればいい。初めて手に入れた一番長い時間を共にした兵士、特別なのは当たり前だ。普段と同じようにしてくれ。
ウォーミングアップでもするか。君主め、断罪。テティスの怒りに飲み込まれろ。なんだそこだ。終わりだ。吹き飛べ。勲章凍らせて断罪。フレイムスペア食らえ。無駄だ。バラバラにしてやる。テティスの怒りに飲み込まれろ。つまらない相手だ。消えろ。吹き飛べ。勲章凍らせて。フレイムスペア。バラバラにしてやる。砕け散れ。起きろ。いつまで座ってんだ。思ったよりカント。消えろ。
空気止め。後ろからサポートします。ガレ、こっちの番だ。勲章遅い。終わりだ。後ろからサポートします。攻略されます。ガレ、残骸担当で傷を負わせられそうなのはボルカンの頭くらい。避けようのない状況を作って、まずはあの動きを封じ込まなければ。あれだ、さすが最高級魔法道具の材料か。捨てるのもあれだし、すごい効果だけど。魔法攻撃力が2倍になるとか。これを発射。上と不可の文字がどこにもないぞ。魔法系ハンターなら喉から手が出るだろう。